はい、どうも、ケンサマチです。はい、どうも、ケンさんです。はい、1、2、サシです。どうも、クリです。はい、というわけで、4人。この4人は、久しぶりだよね。そうだね、貴重ですよ。うん、なかなか4人で集まれなかったよね。そうね。すごい忙しくてね、うん。もう年末ということで。うん。もう、多分、この動画が、年末最後の動画に。おぉ。12月31日の動画になると思うんです、ね。締めくくりですね。うん。うん、どうでした、この1年は。1年、そうですね。まあなんだかんだだって毎日走行できたからね。そうだね、一日も休まずに、うんうん、そう考えるとね、うん、前より全然良くなったというか。そうだね、うん、見てもらえる方も増えて。増えたね、ちょっとずつではあるけど、うん、ありがたいね、うんうん、まあ、この4人でやれてるっていうのはやっぱり。そうだね、うん、まあ、クリあんまりだけど言うて夏はさ、うん、一緒に握手会行ったりとかもしたし、ね、うん、会えるときはね、極力会えるようにしてるもんね、うん、意外と、うんうん、結構その新潟の握手会は初めてだったじゃん、うん、新潟では。そうだね、だから思い出深いというか、うんうん、いろんな動画撮ったね。そうだね、あとはそれぞれではあるけどさ、うん、ラーメン部でラーメンいっぱい食べたりとかね。そうだね、うん、したのがあるかな、うん、印象的だった、うん、新しく始めたことといえばその辺。そうですね、とかかな、うん、まあ、あとはギリギリになってうちらこうバタバタしたけど、うん、来年からはこうよりいい環境になるから。そうだね、うん、書き初めとか。ああ、もう知ってる。最初だね。一番最初だね。思い出の、うん。あれ、最初にして、実は一番濃いんじゃないかみたいな。まあまあ、確かに。クリスさん、めっちゃね、今日、額とかにね。うん、あったね。文字書くみたいな。粘土とかね。そうそう。そうだ、粘土もあったじゃん。粘土も楽しいよね、うん。あれも楽しかった。またやりたいけどね、このメンツで。うん、まあ、いずれ。そうですね、やればいいな。そうですね、うん、サシはどうですか。そうですね、まあ俺は何だろう、思い出、うーん、まあ結構ドッキリが割と残ってる。ああそうね、ドッキリね。まあ喧嘩ドッキリってのは気づいたけど、ああペンのやつは結構気づかなかったから。あ、ペンね、結構痛かったんで、あれは覚えてます。あれ面白かった、うん、クリにも仕掛けたもんね、クリも笑ってるのペンで、あれサシ、サシなら面白かった。なんかおお、そっか。俺なんか感電しやすい体質だからみたいな。でも確かに本当に僕冬感電しやすいから。あのピュアな感じです。今度あれでマッサージしてみよう。マッサージ痛そうだな。絶対痛いよ。すごい、まあ、ちょっとそれも動画の一つそう考えて怖いな。はい、というわけでそんな感じでね、まあいろいろ動画撮ったけど、ね、そうだね、来年もいろいろ撮られていいね。そうだね、うん、今年できなかったやつとか。そうだね、いろいろ案としては出てても結局できなかったねみたいな結構あったもんね。結構あったね、うん、トライはするようにしてたんだけど。そうだね、なんかできずじまいのも何個かあったね、うん、その辺を攻めれればいいかな。そうだね、気がしますね、うん、あとは登録者数伸ばしたいよね。そうだね、うん、今徐々に徐々に、ね、ちょっとずつ伸びてるありがたさがあるんで。そうですね、うん、継続してね、はい、伸びていったらいいなと思います、はい、です。そんな感じで、はい、ラーメン部もまだ行ってないところいっぱいあるし、もう無限ですから。無限だね、もう新潟に関しては無限ですわ、うん、ラーメンは。まあ、新潟から出てもいいかもしれない。そうだね、県外進出、旅動画とかさ、うん、それこそクリさっきサーフィンって言ってたけど、うん、なんかいいね、うん、いろいろそういうのも撮れるといい、ね、そうだね、サーフィンはうちらできないからね、うんうん、というわけで来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。終わります。終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ゆるい。バイバイ。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。